ベルリンは北、ドイツロイド社の客船。本船は、第一次世界大戦で、通称破壊船を行ったドイツ海軍の仮想巡洋艦の一つである。1908年に、ブレーメイの AG ベーザー社で建造され、ジェノバニューヨーク航路に就航していたが、第一次世界大戦時の1914年8月に、ドイツ海軍に接収されて、仮想巡洋艦となった。海藻は、 ビルヘルムスハーフェン海軍交渉で行われ、甲板上に 10.5cm SKL40 速射砲単装砲がで2門と 37mm 機関砲6門を搭載したほか、機雷に100個の搭載能力を持たされた。1914年10月にハンスフンドホーラー大佐の指揮下で収益。最初の任務でアイルランド北西沖への機雷不設に向かった。 ベルリンは10月23日に鳥居島沖に200個の機雷を付設した。ちょうどこの頃イギリスのグランドフリートの司令部が U ボートの脅威を感じており、当時は防御されていなかったスカパフローから3 d ンへ移っていた。10月27日、ベルリンが付設した機雷腹をグランドフリートが通過し、キング・ジョージ5世級戦艦をオーディシャスが食らいして沈んだ。 機雷不設後は通称破壊船に移る予定であったが、嵐で損傷しこれを断念。ベルリンは燃料不足のため、ノルウェー中部のトロンハイムに入港した。24時間を超過しても出港できず11月18日にノルウェーに抑留された。戦後、賠償としてイギリスに引き渡されて、イギリス戦アラビックとなり、1931年に解体された。 コンウェイズ・オール・ザ・ワールズ・ファイティング・シップス1906から 1921P184 ありがとうございます。